ポーハタンは南北戦争時の米国海軍の外輪フリゲート艦である。名前はアメリカインディアンのポーハタン州長に由来する。米国海軍では最大かつ最後の外輪フリゲート艦であった。海英7年のペリーの日本最宝の最の黒船の一隻。ノーフォーク海軍交渉で百四十七年八月六日、帰港、八百五十年二月十四日、浸水。 1852年9月2日収益。ノーフォークでの完熟訓練を終了した後、ポーハタンは、米国本国艦隊の機関として、ジョン・ t ニュートン大将の指揮の下ニューヨークへ航海し、ケネディ海軍長官の関越を受けた。1852年10月16日に、ニューヨークを出港、メキシコのベラクルスへ向かい、 ハバナ、ペンサコーラに寄港して11月27日にノーホークに戻った。日本海国続いてポーハタンは東インド艦隊に配属され、1853年6月15日には中国水域の認知に到着した。そこでポーハタンはペリー大将の日本最高艦隊に加わり、日本へ向かうこととなる。1854年2月13日にペリーは、 機関、サスケ派のミシシッピなど7隻の軍艦を率いて、江戸湾へ入港。江戸湾到着後に、機関はポーハタンに移された。3月31日には、日米和親条約が調印された。その後条約の最速の交渉のため艦隊は、伊豆下田に移動するが、下田停泊中、ポーハタンに、吉田松陰が密航を訴える事件があった。 日本外交使節団の米国訪問1858年7月29日には、日米修好通商条約が、ポーハタンの環状で調印されている。この批准書の交換のためワシントンに赴く日本の使節団を迎えるため、ジョサイアタットノール大将の指揮の下、再び日本に派遣される。開港したばかりの横浜2859年9月に、 到着したが、横浜には8日ほど停泊しただけで、上海に向かい、また横浜に戻る。1860年2月13日、ポーハタンは、生死の新見正沖福祉の村垣則正観察の小栗忠リを含む日本施設団77人を乗せ、横浜を出港した。同じく、米国に向かった関林丸は2月9日に、横浜を出港している。 途中激しい嵐に遭遇し、石炭を使いすぎたため、補給のためにホノルルに寄港。サンフランシスコには米国に直行した管理丸より遅れて3月28日に到着した。その後、パナマ地境経由で東海岸に向かう日本施設団をパナマまで送っている。防波団は南北戦争中も現役に止まった。1 8 6年10月には、 ベラクルーズのメキシコ湾艦隊の機関となり、1861年4月には、デイビッド・ディックソン・ポーター中佐を艦長とし、フロリダ州のフォート・ピケンズの解放とアラバマ州のモービルの封鎖に従事する。7月から8月にかけて、ポーハタンはミシシッピ側の封鎖に加わる。8月から10月にかけて、カリブ海で南軍の艦船を追跡。 1862年10月から1863年8月にかけてはサウスカロライナ州チャールストン沖で活動。ジェームズ・エル・ラードナー少将の帰還として10月から1864年9月にかけて再びカリブ海に戻る。1864年12月24日から25日にかけて第一次、フィッシャー・砦の戦い。 続いて1865年1月13日から15日にかけ第二次フィッシャー取の戦いに参加した。南北戦争終了後の1865年10月、ポーハタンは他の2艦と共にモニター艦のモナドノックを護衛してボストンからホーン岬を経由してサンフランシスコに航海した。サンフランシスコには1866年6月22日に 到着した1868年から1869年にかけて南太平洋艦隊の機関として任務に就く。陳茶諸島戦争の際には、米国の権益を守るため、チリのバルパライソに派遣されている。1869年から1886年までは、 本国艦隊に所属するが、1869年9月15日から1870年12月30日までと1877年7月4日から1879年12月10日まで、期間となった。本国艦隊所属中に、キューバ水域に5回派遣されている。1886年6月2日に退役、7月30日に売却され、 1887年8月5日に解体された。ありがとうございます。